キです。聞こえてる？シキです。聞こえてる？今日も元気でもやしが美味しいですわ。決めましたわ。もやしが1本、もやしが2本、決めましたわ。皆さんの物語ですわ。では行ってまいりますわね。行ってらっしゃい。みんな集まったか。おう、ひばりさんにぎょうさん怒られてたはるかさんも戻ってきたで。うるさいわね。さて、全員揃ったところで今後の作戦だ。まずは雅たちの櫓を狙おうと思うが、どうだ？いいと思いますわ。あの方たち全然やる気ないみたいですし、狙いとしてはちょうどいいかと。なんであいつらはやる気ないんや。両尾と両名は両気のことがあるからね。乗り気じゃないのはわかるよ。でも雅はどうしたんだろう。まあ相手の事情を考えても始まらん。私たちが今やるべきなのは、櫓を壊しまくって忍びの盆踊りを制することだ。さあ行くぞ。頼もう。お前たち櫓を壊しに来たのか。その通り。神楽となって妖魔を倒すのは私たちだ。いいだろう、望むところだ。なんだ、覇気があるのは今だけじゃないか。他の奴らはどうした。だってここが快適なんですもん。ネット小説が読めることも分かりましたし。まだそんなこと言ってるのか。いい加減にしないと、元の世界に帰ったらネットを解約するぞ。そんなちょっと待った。あんたたちの櫓は壊さない。だから両尾たちには関わらないで。どうしても壊したいなら半蔵とか月仙のところに行きなさいよ。櫓は壊さないでほしいけど、ミョウナちゃんをぐちゃぐちゃにしてほしいな。バカなこと言ってる場合か。雅、見損なったぞ。これが新しい蛇女の選抜チームなのか。なんたる体たらく、見ていられん。おい、ミヤビ、今、お前なんて言った？え、私が今何か言ったのか？ママシャマと言っていた。なんだと？そんなこと、私が言うわけないだろう。
いや、そうは言ってもな。確かに言っていたよね。聞き間違いだ。そうに決まってる。お家ではそう呼んでいたのですね、ママ様と。だから違う。みやび、そんなにムキにならなくても。お前が母親のことをなんて呼ぼうと、私たちには関係ないことだ。笑ってしまうかな。お前たち、みやびを愚弄するな。愚弄はしていません。ただママ様という呼び方にブルジョアの香りを感じました。お金持ちには制裁の一撃を加えてあげなければなりません。さあ皆さん、やってしまいましょう。忍び天使。
地の誇りを舞い掲げよう。ニム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざグレンのごとく舞い散れ。いかがで広げてきましたわ。よし、ヤグラを壊したぞ。勝負だ。悪く思うな。あんたたちも分かんないの？やっと会えた大好きな人と別れる辛さが。別れというのは辛いもの。それは分かりますわ。はあ？知ったような口聞かないでくれる？ここで死者と出会ったわけでもないくせに。私だって亡くなった両親と会えるものなら会いたいですわ。でも二人とも忍びではありませんでしたので。あなたたちは幸せに思うべきです。だって大
切な人と再会できたのですから。たとえそれがすぐに別れが来るものだとしても、ヨミさんたちも忍びの盆踊りに本腰を入れてきたみたいですね。私たちも負けずにいかないと。おどうしたのですか？イカルガさん、ちょっと確認したいんだけど、いいかな？ええ、どうぞ。の時間って止まっているんだよね。さゆり様の言葉を信じるならそうなりますね。ってことはだよ、あの大きな妖魔はまだ攻めてこないってことじゃない？なるほど、まあそりゃそうだ。外の世界はあたいたちがここに飛ばされた日のまんまだろうからな。だったら少しでも忍びの盆踊りを長引かせるわけにはいかない？え？どうしたんだ、ひばり。長くいたい人たちがいると思うから。リョーナちゃんたちのことだね。うん、あとユミさんたちも黒影さんと会ったみたい。黒影さんと？そうか、なるほど。しかし俺たちは忍びだ。情に流されて道を見失うようではこの先忍びとしてはやっていけない。野球ちゃん、それ本気で言ってる？ここで亡くなった妹さんと会ったらどうするの？それはきっと帰りたくないって思うよね。それってそんなにおかしなことかな？ひばりちゃん、ひばりの言っていることが忍びとして甘いのは分かってる。でも忍びだって人間なんだよ。任務とか使命とかだけで行動するんだったら傀儡と変わらないと思う。ひばりは傀儡じゃない。傀儡なんかになりたくない。
悲しむ人が出ることが分かっているのに、自分で納得できていないのに、戦うことなんてできないよ。だと思いました。うん、なんか小難しい問題になってきたな。っていうかさ、いろいろ引っかかるんだよな。さゆり様はあたいたちに何をさせたいんだ？確かに死別した人と会えば元の世界に戻ることに戸惑いが生まれるのも当然です。そんな状況で真剣勝負を煽られてもな。まあ乗れない奴が出るのもわかるよ。ばっちゃんは何を考えてるんだろう。ここでいくら考えても仕方がないさ。さゆり様に真正面から聞いてみようぜ。悪くない考えです。ではさゆり様のもとに行きましょう。ばっちゃん、なんじゃゾロゾロと。ちょっと聞きたいことがあってね。聞きたいこと？ハレンチな質問だったらぶっ飛ばすよ。お！いえ、そういうことではなくて、私たちはさゆり様の真意、忍びの盆踊りの真実を知りたいのです。実際のところこの世のいろんなものには往々にして隠された真実が存在している。ほとんどの人が知らない真実がね。まあ妖魔なんかもその一つだよな。なんで知らないのかといえば、知る必要はないと判断しているからじゃよ。イカルガならわかるじゃろ。いわゆるあれじゃ、特権階級の人間じゃよ。それでも隠された真実を知りたいのなら、これはもう力づくしかないじゃろうな。私の言ってる意味はわかるかい？ばっちゃん。おっしゃる意味は理解しました。皆さん、やりましょう。これで冗談。100%突破。これで
絶叫を読みしけ、おっぱいのどこだ、力が溢れます。
なかなかやるじゃないか。ちょっとだけ見直したよ。ばっちゃん、勝ちは勝ちだよ。ちゃんと質問に答えて。ああ、約束は約束じゃ。ちょっとだけなら答えてやるわい。少しだけでも結構です。ぜひ教えてください。ハレンチのことは嫌いなんじゃが仕方がない。それじゃあ私のスリーサイズ教えてやろうかな。ちょっと恥ずかしいね。ないし。違うのか。だったら私と半蔵の初めての夜のことかい。ああ、やめてよばっちゃん。そんな話聞きたくないよ。だったら何が聞きたいんじゃ。私たちが聞きたいのは千年祭の真の目的です。さゆり様は私たちに何をさせようとしているのですか。カムラ千年祭。え、千年祭という言葉の意味を考えてみな。千年祭という言葉の意味ですか。お前さんは学業の方も優秀のようじゃ。きっとその意味もわかることじゃろう。さゆり様、ばっちゃん。千年祭、千年に。まさか、もしかしたら。多大な評価、ありがとうございます。日々たくましくなっていきますね。ひらめきました。みんな、いらっしゃい。おう、うまそうなおむすびだな。嘘つくな。あんたは味見しかしてないだろ。そうだったかも。いつも妹たちがお世話になっているので、今日は皆さんを呼んでここでピクニックしようかななんて思ったんです。ピクニックね。お兄
にぎり、ありがとうございます。どうしたんですか？そんなにおどおどして。慣れない人は怖い。あら、そうなんですか？でも緊張しなくていいのよ。私全然怖い人とかじゃないですから。本当です。本当に本当ですか？ええ、本当に本当です。本当に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 本当ですか？ええ、本当に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 本当です。疑い深いのもいい加減にしろ。でも少しだけ怖い匂いがするから。それじゃあ料理はこれで、あとはみんなで楽しんで。料理ちゃん、どこに行くんですか？どこだっていいでしょ。料理はお腹空いてないの。料理ちゃん、ダメだよ。みんなで仲良く食べようよ。うるさい。グダグダ言うとおにぎりをあんたたちにぶち込むよ。料理ちゃん、だんだんとローナちゃんよりピーヨンが多くなってきたよ。じゃあね。よし、こうなったら、りょうきお姉ちゃん、りょうびちゃんを引き止めて、真っ赤にタッチ。おい、ボケかすりょうび、どこ行くんじゃ。このドアホが一緒に食うっつって握り飯作ったんだろうが。あんたの足でひんむいて盛大に突っ込んでやろうか。やっぱりなんですか、これ。はあ、また天使の輪を触ったのかな。グダグダ言うなら力ずくじゃ。たく。触れ
これで終わりにしてあげるわ。だくすぐったいいものあるじゃない。落ち着いて。はい、天使の輪にタッチ。
元に戻りました。でもこっちの私にしても同じことですよ。リョウビちゃん、一緒におにぎりを食べましょう。もう分かったわよ。一緒に食べればいいんでしょ。食べればさっきのリョウキさんは何だったんですか。私怖くて怖くて失神するところでした。リョウキお姉ちゃんは頭の輪っかに触ると人格が変わるみたいなの。面白かった。面白いわけないでしょ。あんたは罰としておむすびをお預けよ。クンクン、チンチンするから食べさせてほしいわ。さあ皆さん、輪になって座って。リョウビ、どうしてそんなところに。リョウキの隣に座らないのか。そうよ、こっちにいらっしゃい。リョウビはここでいい。今日はリョウキ姉さんとみんなが深刻を極めて。なあ、深刻を極めるじゃなくて親睦を深めるだったわ。リョウビちゃん、そんな顔で一人ボケツッコミされても怖いよ。それじゃあリョウキの隣は私が座るぞ。ミヤビの隣は僕の指定席だ。じゃあリョウナちゃんは病気お姉ちゃんの隣。私はリョウキさんの後ろで。また何かあったらいつでも逃げれるように。みんな座ったところでいただきます。いただきます。うん、おいしい。本当だそれはよかった。お手本は。あ、リョウビはなんて言っているんだ。ごちそうさまですって。はいはい、もう行こう。食べたからもう行くって。それにしてもよくわかるな。リョウビちゃん、まさか病気お姉ちゃんを避けてるの。まさかじゃない。食べてるんだ。今のは何と言ったんだ。まさかじゃない、避けているんだですって。リョウビちゃん、姉さん、どうしてお姉ちゃんを避けているの。わかる
るでしょ、それくらい。わからないから聞いてるの。姉さんへの最後の言葉、料理がひどいこと言ったの覚えてるでしょ。ひどいこと、そんなこと言われたかしら。嘘、しらばっくれないで。でも本当に覚えてないのよ。死んじゃえばいい。私は姉さんにそう言ったんだよ。ああ、なんとなく思い出した。そんなことを言われた気がするわ。気がするって。でもお姉ちゃんは怒ってないし、何にも気にしてないから、そんなことで避けなくていいのよ。そういうところが嫌いなの。死ねって言われて気にしてないとか、どんだけあそこに毛が生えてるのよ。なくて、どんだけ心臓に毛が生えてるのよ。そうは言われても本当に気にしてないから。もういい。ちょっと涼美ちゃん、評価ね。最高にハイってやつね。えぐい技思いついちゃった。できませんよ。これにしますか。お買い上げありがとうございます。これにしますか。銭にしますか、コインにしますか。たくさん入れると新しい下着が当たりやすくなります。出てこい出てこい、いいの出てこい。しますか、コインにしますか。新商品が入荷したらお知らせしますね。